パタだ。ファンタジー。なんか獲物を捕らえる瞬間みたいな。こうやって口を開けて待ってるわけ。そうだね。うん。黎明期。あれですか。どこなの。学校の校舎みたいな。いや、世界遺産になった校長じゃない。ああ、そっかそっか。あの女皇愛子のなんだっけ。富岡先生。あ、そうだ。僕、うん、なんか何にもかかってないほら。いいじゃない。何言おうかな。背景に少し金箔でも入れたら。うん。お金は持ってんでしょあの人。わかんないけど。奥さんが薬剤師さんなの。あ、そうか。神の亭主的なあれかしら。わかんないけど、それでよく銀座に遊びに行ってたもんね。うん。今は知らないけど。あれはよくほらあのニューハーフみたいなの連れてたじゃない。遊びに行ってね、うん、おかまバーの人たちね、キッズが出てる。あ、キッズ、あ、本当だ。キッズも随分パラッとしてんな。あ、ここもそうだ、ね、うん、そういえば中国のキッズは多いよね、うん、そうよ。で、結構質がいいんですよ、うん、これウクライナーかな。なんか元気ないね、これ、ね、子供の割には。そんなになんかこう子供らしい感じがないね。中学生ぐらいかな、うん、ね、もっとうちのは面白いじゃん。なんか突拍子もないようなさ、書き方してるじゃん。あの羽岡さんのね、そうそう、おたまじゃくしのやつとかさ、ああいうのないね。双子ちゃんみたいな。大人もいいとこ。ここも子供だ。ここもキッチンだね。うん。うちの方が出してた。やっぱし油とか使ってるから。これは学園がいいじゃん。学園の学園にも色つけて。だから結構もうね。え？大人だよね。大人だよね。うん。年がいってると思う。もうなんか大人のルールを知っちゃったみたいなさ。そうね。子供です。この子です。え、あ、そうですか。どうもやっぱり大きい方。額を、額を塗ったんですか、色。日本額合わせて。あ、こういう額があるの。すごいね。楽器屋さん全部。ああ。キッズっていくつ、何歳ぐらいからしてんだろうね。いや、小さい子なり何歳でもいいんですけど、いいんだ。大人でないってことですね。二十歳以下、二十歳以下。二十歳だって、どうで、大きさの。このぐらいまでです。ああ、このぐらい。25以上は今度成人になる。ああ、なるほどね。上手だね。上手でしょ、上手でしょ。この人も出してます。みんなだ。あ、そう、お孫さん。そのまま10人もいます。あら、すごいな、そうだ。ねえ。日本に貢献してるな。ねえ、やっぱりフレーミングがね、成功してないとさ、ね。ね、やっぱね、孫にも一緒じゃないけどさ、孫もいいってわけにはいかない。やっぱ、うん、合ってるといいですね。お、猫いいね。この間のあの黒天の野良猫よりいいね。そうね。これはキッズじゃないの、こっちは。これは違うだろう。これはうますぎるもんだって。大人だ。写真もいいんだ。ね、アジサイってもう咲き始めたね。うん、早いよね。お、ひまわりがある。お、題名も哀悼とか言ってるから、これウクライナのね、哀席か。ファイバーアートみたいなのもね、ありなんだ。うちをこうやって少しジャンルを増やせばね、
食えるかもしれないけど、審査員が分かるのかっていうこともあるけどね。これ刺繍ってことになるの？うん、まあ工芸、大きくは工芸的な。工芸でもすごくいいのがあるよね。うん、あるよ。切り絵とか、うちのほら、切り絵とか。アートっていう感じのね。うん、切り、あの、ちぎり絵みたいなのもいいのあるしね。うん、これも面白いね。ああ、これも。戦争のことを書いてんじゃないの？染色、染めたんだね。うん、染色だっての面白い。これだってすごいいいよね。いいか、これ。うん、面白い。咲いたのがいいじゃん、咲いたの。うん、こっち、ね、こっち。うん、こっち。やりすぎだよ、まとまってないよ、なんか。うん、これがいいね、ただ。なんか安っぽい、なんか感じがしちゃうな。うん、これ？いや、両方。両方あっちにもあるけど。ああ。よし、次行きましょう。